う話や。おい、でも吉原いない吉原逃げんな。おい、そこのお前ら面倒はこなんだ。もう気ぃつけてや。どないかしはったん？それにしてもおりょうちゃんはええ子やわ。よう働くし、べっぴんさんやし、ええ奥さんに。もそう思わはるやろ？聞いてはる？それにしてもおり、あ、なに？何やあれ。どうも、お越しやす。新堀松助ってもんだが。へいへい、そらどうもご丁寧に。新堀様でいらっしゃいますね。フロア奥でございます。
どうぞ。おいでやす。ごゆっくり。ニーボリ松助だ。話は聞いてるよ。この風呂は貸し切りってわけか。ああ、他には誰も入ってこねえ。安心だろ。あんたがサイの風呂や。そうだ、あんたは斉藤はじめ。自己紹介はいらねってわけか。まあお互い知りすぎるのはやめにしとこうや。なかなかいい湯だな。ニーボリから聞いているだろうが、天然理心流の使い手を探している。ああ、だがその前になぜそいつを探しているのか理由を聞かせちゃもらえねえか。余計な詮索はなしだ。その分金も払う。俺の情報料は浪人者に払える額じゃねえぞ。まあ今回は前金でもらってるがな。ニーボリからか。そういうことだ。何者なんだあいつは。長州藩の新堀松助。それ以上は知らん方があんたのためだ。そうか。だがそっちが先に詮索してきたんだ。好奇心がねえとこんな仕事続かねえんだな。まあ分かったよ。さっきのは忘れてくれ。試しに聞いてみただけだ。初めから仕切り直そう。天然理心流の使い手だ。どこにいる。ああ、まず順を追っていくが、天然理心流ってのは唯一紫衛館って道場に伝わる田舎流派だ。その紫衛館の連中が1年くらい前に江戸から京に登ってきた。あんたが知っているのはそこまでだったな。ああ、その後京に入った紫衛館の連中はある組織を作り上げたんだ。ある組織。その目的は幕府を後ろ盾とした京の治安維持。主に倒幕を画策する金の獅子を取り締まることだ。何それって。ああ、そのある組織ってのは新選組だ。紫衛館の人間が今京で獅子たちを切りまくっている新選組の幹部ってわけだ。そもそも新選組局長の近藤勇って男、こいつが天然理心流の四代目宗家でな。近藤を含めた免許皆伝者6人が新選組幹部となっている。副長の土方歳三、総長山並圭介、一番隊隊長沖田総司、二番隊隊長長倉新八、六番隊隊長の井上源三郎、そして八番隊隊長の東堂平介。みんな今日で名を挙げている人斬りだ。それじゃあ天然理心流の使い手は今は全員新選組にいるってことか。ああ、今日に来た頃連中はまだ田舎流派と馬鹿にされていたが、すぐに大流派の金の獅子さえ末物みてえに斬りまくった。そこへさらに千人の人斬りが集まったのが今の新選組だ。戦国時代でさえここまでの人斬り集団はなかったろう。その新選組幹部の中で1年前に土佐へ行った男はいるか。ん？そんなの調べちゃいねえよ。それに調べろと言われても難しいな。
そいつは新選組の懐に深く入って初めて聞き出せる情報だ。時間がかかりすぎる。そうか。するとあんたが探しているのは1年前土佐にいた天然理心流の使い手ってわけか。どうしてもそいつを探れってんなら相当弾んでもらわねえとな。いや、目的の男が新選組にいるのは確からしい。ここから先はこっちで。ほう、どうやって調べる気だ。ああ、ちょっとお客さん、今貸し切りでしたかい。なんだ。いや、わからねえ。すまん、親分。そいつがどうしてもお風呂に入れろ言うて。入り口に貸し切りの札がかかっていたはずだが。そしたら、わしが風呂屋に来る前に知らせに来とくんやったな。わざわざ店まで来た客に帰れ言うんか。ち、入るんならさっさと入れ。いつまでもそんなもん見せつけてんじゃねえ。才の風呂屋言うのはお前か。とぼけても無駄やで。ちいと調べてもらいたいことがある。何じゃおれ、このダフ。早く水で埋めんかい。おい、どこの大将だか知らねえが、何をそんなにイラついてやがる。何やと。じゃあな。ああ、待てや悪い。誰がイラついとる言うた。もう一遍言うてみ。誰がイラついとるって。手を離せ。遊びじゃ済まなくなる。へえ、望むところや。おい、少し騒がせ。ったく、参ったなこりゃ。くそ。
何もいい。そいつはこっちのセリフだ。おい、冷た。お前らいい加減頭冷やせ。続きがしたきゃよそでやるんだな。おい、なんだ。これからいっぱいおごらせてくれ。おごられてやるよ。大した羽振りだな、あんた。せやけど、男にはめったに怒らんで。せやからわしは、あんたを気に入ったっちゅうことや。あんた、国はどこや。身の上話をするには、まだ酔いが足りねえ。アホか。わしより飲んどるやないか。あんた、サイの風呂屋に踊ったが、何の情報交換や。そこまで話す義理はね。それよりあんたこそ、情報屋に仕事頼みたかったんじゃねえのか。ええ、あんたと殴り合うたおかげで頼み損ねてもうた。そや、わしが買いたかった情報が何やったか話したら、あんたも話すか。いや、そいつはごめんだな。ま、ええわ。別にわしの方は隠す必要もあらへん。わしの欲しかった情報は、新選組局長、近藤勇についてのすべてや。何？あいつはほんまムカつく男やで。あの、何もかんも見透かしたような目。あんたが古屋で言うたわしのイラつきの原因があいつやったんや。あったのか、近藤勇に。おう、大田で。あんたと古屋で大田ほんの少し前。あんた知っとるか、近藤は百姓上がりのにわか侍や。それが剣を取った途端、なんたらいう流派を継いだっちゅう。天然理心流だ。ああ、それや。そのにわか侍が目合わせただけでこのわしに汗かかせよった。今日はおかしな日や。近藤といい、あんたといい、強い男にやたらと会う。あんた、どこで近藤勇に会ったんだ。なんや、あんた、近藤に会いたいんか。相手は幕府お抱えの人斬り集団や。
その局長ともなれば簡単に会うことはできん。せやけど手がないこともないな。なんだ。無理やり新選組の屯所に押し込むか、それとも新選組に入るか。せや。なら、あんたはどうやって会いに行った。わしは近藤に会いに行ったんとちゃう。向こうから会いに来たんや。なんだと。あんた何者なんだ。やっと聞いてきたな。せやけどわしはもうヨタで。酒の次はそろそろ女や。あら、今日の女子はいい。今で育った国の女子とは大違いや。もう先生、宿すえ。おいどんな、薩摩藩軍部役をしちょる西郷吉之助でごわす。薩摩の西郷吉之助。ほな、いずれまた。ご存知ですか、薩摩藩いうところはあの西郷先生の一声で舵を切らはりますえ。ああ。その分敵も多いお人やさかい、わざと大阪なまりで喋らはるし、めったなことで名乗らはりまへん。お客はんは先生にたこを買われはりましたな。何万だぶ何万だぶ。お役人はまだ来てへんの。新選組がやったんとちゃうか。それやったら近くにおるやろ。やっぱりそうぜよ、わしじゃ。俺、土佐の島田雄平。おんし、今日に来ちょったかい。島田雄平は口の軽い男じゃったき、面倒を起こす前に始末する必要があったがです。お前が島田をやったのか。誰だ。わしは敵じゃありませんよ、龍馬さん。あんたとやり合うつもりはないき、今夜ムクロガイに来ていただけますか。ムクロガイ。場所は寺田屋の人間に聞けばわかります。俺に何の用。くればわかりますき。では。
らまあお帰りやす。今日はお早いこと。何とでも言ってくれ。それよりお寮、ムクロガイを知っているか。ムクロガイ？あそこは無宿の巣窟や。無宿の巣窟？地元の人間どころかお役人もよう近づかん。お尋ね者やら無宿人の吹き溜まり。なんやそこら中に身ぐるみ剥がされた死体が転がっとるいう噂や。今から案内を頼めるか。近くまででいい。あんた話聞いとらんかった？あないな場所誰も近づかん言うとるやないの。お涼ちゃんええよ、俺が案内するわ。どうせあそこは俺が船出さない行かれへんし、なったら遠くから見てすぐ引き返せるさかい。ああ頼む。うちは知らんよ。ほなお客さん、準備ができたら声かけてくれまっか。それとももうよろしい？